で終わるとまだ、あースライダーで三振が3人で終わるとまアウトになりました。そのあたりはどうなんでしょう。シーズン疲れとかそういう方の違和感、さあそしてなかったですからね、交代が、もう打てる球はないですね。さあ歩いています。主人駒が揃ってくればもうファースト高木と活躍をして、ラストバッターがピッチャー宇藤であります。まあ横浜サイドはねと肩のですね、はい、パンパンと活躍する。いや2本と打ってますね、うん、攻めはね、一つはまあ危険だということでした。いいですよね、これ。7回ぐらいになる、それです。常に減っています。放送時間がごくわずかに、展開になるかというところですが、もう2桁10個の三振を奪っています。2エンド1追い込んだ、見えますね。ジャイアンツのリーグの5号賞というのをですね、ないんですよね。それが一方的な試合になりましたね。あれ、それキャッチャーフランドワン、大きなカーブがあります。ヤフライドも1点、コース狙いすぎてますよね。さあ巨人12、アバットが16です。曲げてきますからね、それは投げれないから、うん、プリと取りました。トムシト15個目の三振をバッタードクターです。臨戦です。16個目の三振、セリーグタイ記録。大田監督はこのそうです。手を超えています。分かるのかって見たんですけど、いいコース。2回の裏、カープ絶好のチャンスを逃しました。素晴らしいストレートがいわゆるこの膝元に